スノーマン、エンパイア、メンバー全員リレーダンス。踊り続ける宮舘涼太に戸惑う表情の深沢達也。わちゃわちゃ炸裂ムービー公開。最後はニッコニコのラウールにカメラの前を奪われ、向井康二に強制終了。される愛されいじられキャラ深沢。スノーマンがグループ公式 TikTok で、エンパイアのメンバー全員リレーダンスを披露した。メンバーはスーツ姿で登場。縦一列に並び、一人一人ダンスをつなげていく。まずはラウールを先頭に右に左に揺れながらサビを待ち、サビが始まるとニッコニコでラウールが踊り出し、すっと吐ける。続いては目黒蓮。長い足を高々と上げるところまで決めて、向井浩二へとつなぐ。笑顔を見せながらキレッキレに腰を動かし、ちょっぴりおどけた顔で吐けていく向井。楽しそうに手を叩くラウールの姿もちらり。目を見開きながら登場したのは岩本照。滑らかに足を動かした後、高々と上げて阿部亮平にバトンタッチ。すでに踊り終えたメンバーたちがハイタッチする様子を背に、首を傾けて口を開けながらカメラに向かって突撃。するように走り去っていく。バックには笑い声も飛び交う。